おい、キムチ、キムチ持ってきて。はい。おい。あ、何が廃止？復唱、復唱しろ、復唱。復唱、はい。キムチ持ってこい。キムチ持っていきます。その廃もちゃう。復唱します。復唱します。キムチ持ってこい。キムチ持っていきます。いけ。はい。いきますやろ。いきます。お前バントのやり方全然ちゃうで。お前教えろ。貸して。まずな、お前これセーフティーの時だけやから。お前足押すようにすんなんないやん、セーフティー。バントは、うん、足開くやろ。整体して、で、な、これ先っぽ持って、で、もう手は伸ばすねん。お前これ巻き取ったやろ。ほんなん絶対か。で、これで、あとこれで上下左右だけやん。簡単やん。これで、はい、いいよ。まる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 ストップ。お前後で殺すぞ。お前覚えときはお前ストップって分かるやろ。まず部屋来い。202。はい。死ね。メッセイ。どうも、めっちゃめっちゃメッセイ。はい、ということでね、もうあの、独特な決まり編ということでもやっていきました。ほんま、あの、独特な決まり、ほんまね、ご参加に多いんですよ。まずあの、復唱。これはね、結構ね、何かっていうのは、ちょっとあんまわかんないと思うんですけど、じゃあ、例えば、拾えって言われたら、拾います。これ、返事したらダメなんです。はい。でね、これがね、一番ね、怖いことを言うと、あの、大阪に設定、まあ、行くのく、まあ、言ったら、こう韓国の人たちが多い場所なんですよ。こう鶴橋、コリアタウンが近くにあって、そういう、ね、人が多いっていう街なんですよ、韓国の。だからね、これがちょっと衝撃的やったのは、こうね、返事をせえへん、これ復唱するのって韓国の軍隊なんですね。だからそういう韓国のあれがもう入り混ざってる理由の込めて、その復唱があったので、ちょっとそれを知った時衝撃を受けました。で、その復唱っていうのをもう一番最初は分からず、それでね、もうまあ30人近くはそれでね、いろいろ暴行を受けましたまあ懐かしい感じです。で、まあその他にも、あの乱行で、なんかこう意味あかん、もう理不尽に、もうベーラン後輩が走るだけでと疲れるみたいな、もうこの乱行が怖すぎて、なんかもうそれ覚えてくよみたいな、そんな言われる。今思い返すと、めちゃくちゃですよね。で、あ、そうですね、あの、ちょっと、あの、今思い出したんですけど、バント。これね、バント結構、今さっきまで忘れとって何かなと思ったんですけど、思い出しました。あの、バントね。これ普通のチームって、あの、こう、なんですかね、足クロスとか、まあ言うたら、まあ整体も言うんですけど、基本はこう、足クロスとかがまあ主流なんですよ。まあ大阪というのもこうね、整体なんですけど、ほんでこの整体で、大阪にしてほんまにね、この先っぽを芯を持ってほんまにこの先を当てるみたいな。で、これ腕曲げたらダメなんです。伸ばして、ここに当てるみたいな感じの仕方なんで、まあ結構怖いんですよ、正直。もう指も折れますし、で、自分実際指折れてますし。んでね、そのエピソードで言うと、俺大学入った時に、そのバンドの仕方も自分に染み付いてるじゃないですか。んで、普通にバンドのサインで、あ、これは絶対バンド決めないとなって思って、俺がこう、バンドの構えしたら、笑いをしたんですよ。はずないですかとか。でもちょっとこう、大阪にする、洗脳されすぎて、もうなんか、野球があんま分からなくなってきたっていうね。もう、あ、そんなやり方じゃないんやって。ほんで実際に聞いたら結構、こっちの方がやりやすいよみたいな。あ、ほんでね、これやっぱ結局あんまそのバントとかを結構その野球うまい YouTuber とか教えたりしてるんですけど、でも結局ね、あれはね、野球うまいからなんかそうなってるだけなんで、もうこの下手くそでもできるこのバントの仕方を僕が教えます。教えてもらったんですよ。これはね、広告流です。広告の、指導者がそういうバントの、今ねめっちゃ強いんですけど、あの北高橋監督流バントなんですけど、うまくね、こうやるじゃないですか。もうね、こう足クロスにして、でね、こうやってバンドやるんですけど、あの
この時の目線は逆進の時のカード逆進の時の目線で入れるはずですってなったらやりやすい。もうこれでもう僕はバンドをかみにました。はい、ということでね、もうためになったでしょ。はい、じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ。